アジアのスター、レイン・ビーさんのファンミーティングが先週15日、日本武道館で開催されました。今回のファンミーティングは、日本のファンクラブ、クラウドジャパンが主催したもので、雨の中、およそ8000人の会員が駆けつけました。大好きです。ああ、もうカリスマ、オーラ、花があるんで、すごく背中に悲しさもあるし、で、言葉では言えませんね。大阪から孫と2人で来ました。はい。みーほー、帰って。せーの、さよー。レイ。アジアのファンキー。会場の期待高まる中、いよいよスタートです。オープニング曲は今年1月にリリースした日本ファーストシングル、サッドタンゴ。エキゾチックなリズムにレインさんならではのダンスが披露されると、会場は早くもオールスタンディングの熱気に包まれました。続いて今月7日にリリースされたばかり新曲フリーウェイが流れると、悲鳴にも似た歓声が沸き起こりました。皆さん、お久しぶりですね。本当に嬉しいです。来てくれてありがとうございました。パネルを使った質問コーナーでは、レインさんの恋愛論などが語られたほか、指令には絶対というミッションカードも用意され、会場を沸かせます。カメラに向かって告白してウインクしなさい。本当に愛してる。大丈夫ですか？完璧です。即興のダンスの指令にファンは釘付け、熱い視線が注がれました。ファンミーティングでは、活動2年目というファンクラブのチャリティー報告も行われ、当日販売されたチャリティーグッズの収益金も、ジャワ島中部地震災害義援金として募金することが伝えられました。販売しまして、ジャワ島中部地震の災害義援金としまして、こちらを募金いたします。突然のバースデーパーティーにレインさんも驚きを隠せない様子。一足早い25歳の誕生日を日本のファンと祝いました。せーの、ありがとうございます。今日こんなにレインさん自身もファンへのラブレターを日本語で朗読するなどのサービスで日頃の感謝の気持ちを伝えました。皆さんと一緒に歌を歌う、皆さんと一緒にできるすべてが僕にはプレゼントです。現在映画を撮影中のレインさん、日本では今年8月にサードシングルとニューアルバムが、そして韓国では10月に4枚目のアルバムが予定されています。この日はレインさん自らアジアツアーの予定やアメリカ進出の意気込みを語り、アジアを代表するトップスターの顔を覗かせました。はい、こんにちは、レインです。お元気ですか？ね、おかげさまでお元気です。여러분들잘지내고계신지모르겠네요。네、늘건강하시고、그리고행복하시길바랍니다。그리고、레인의두번째싱글많이사랑해주시길바랍니다。감사합니다。8000人を沸かせた今回のファンミーティングの模様は、7月2日のナララちゃんぽんでたっぷりお届けします。